せーの、セリリセリリセミレイツ、あやのん、こみちゃん、ピコー、そしてポンポン、今日のご飯はオムライスレンファー、もちのあんでーす。コラボ撮影でーす。来てくれました。くれたんですけど、あの、はい、お金持ってきてって言ってちょっと遊べました。最低の先輩、もう本当に最低の先輩、恐喝されました。嫌いだよね、この先輩ね。ちなみに借金してきてます。持ってきてって言っただけだから、うさぎさんちょうだいって言ったわけじゃないのよ。これちょうだいやろ。いや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 、これはそうだよ。いやいや、って思うじゃないですか、はい、ここにあの2万5000円ずつ調達したので、はい、今10万円あります。この10万円で宝探ししまーす。私が10万円をハウスのどこかに隠します。10万円全部全部全部これを袋に入れて、この封筒を隠します。ちょっとずつじゃなくて、いやじゃない、まるまる。おばあちゃんからさ、借りてきた2万円。そうなんです。83歳から借りてきた。あとゴミちゃんは、え、うん、かわいそうだ。20分以内で探してもらうんだけど、まあ、もう探せなかった時はまあもらうよね。うわうわ、ほんとにこれこいつずれ。はい、私たちスミレッツは4月20日、岡山キングダムさんにて全国ツアーでワンマンライブです。皆さん3回目ぜひ来てください。よろしくお願いします。その次の日にはね、私凱旋ライブでございます。京都で、あの京都ファンズファンファンズファンジェファンジェさんでライブありますので、皆さん絶対に来てほしいです、京都。本当に。でも京都来るんだったら岡山も絶対来てください、セットで、はい、旅行がてらにね、うん、こちらの東京の方は行ってください。というわけでね、あの概要欄からお願いします。お願いします。そういえばフルポンの方も告知があるそうで。はい、私たちフルポンは6月16日日曜日に代官山ユニットさんでワンマンライブがあります。イエーイ。はい、ね、バカデカバカです。いいね、ユニットさんね。新体制初のね、大きなライブとなっておりますので、大きなステージでのライブとなっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。詳しくはフルポンの X やあの YouTube の概要欄に書いてあるので、チェックしてください。お願いします。お願いします。ということで、10万円宝探し、レッツゴー。はい、ということで隠していきたいと思います。どこにしようかな。みんなの手も届かないとことか、あとは銀盾の後ろとか、まあいろいろあるじゃないですか。とはいえ私考えました。え、実はもう決めてるのよ。決めたの。この10万円どこに隠すか、ここです。はって思ったと思うんだけど、これをね、私バカと言われてますが、頭を使ってみましょう。はい、やればできるんで。じゃじゃじゃーん、セロハンテープ、こちらをね、こうするやん。封筒の後ろにね、ペッて貼ります。そう、3箇所ぐらい。10万円重いんでね。よしよしよし、皆さんお気づきでしょうか。そう、私はこれを10万円自体変わってないんだよ。上から見るか、横から見るか、下から見るかっていうだけであります。イエーイ。絶対みんなさ、動き回ったりさ、棚の後ろとかさ、棚の奥とかさ、引っ張り出したりしてさ、探すんだろうなー、探すんだろうなー。みんなめっちゃ動くんやろうね。うちめんどくさいからそんなことしません。やんないです。はい、私はもう動きません。おここここここはい、ということで見つけられる人いんのかな。いや、多分あるのは無理やね、まずまず無理。いやでもね、なんかもちろんとかはちょっと考えがきつくかもしれない。レイハもなんかちょっと難しいところ探していきそうやけど、いや多分机は隠すっていうさ概念がないから、まあ探さないんじゃない。どうせみんな10万円手に入れられないだろうな。この10万円と何しようかな。焼肉食べようかな。その後、どうしようかな。もう欲しいものとかたくさん買っちゃいます。はい、ということで、呼んで探してもらおうと思います。どうせ探せないんでしょう。はい、ということで、隠しましょう。絶対に見つけてやるからね。絶対に、借金返済。絶対欲しいもの食べる。借金してる人がミュウミュウ持っちゃダメなんだよ。ミュウミュウのバレって持っちゃ
時の場合のために、うん、はい、ヒント3つ準備しました、はい、探す前に1個言って、はい、10分聞きったら1分1個言って、はい、5分聞いた時に最後のヒント1個言います。よいしょ。はい、ということでハウスの中に10万円隠しました。探せー、よーいスタート。やばい、激アツ。でも勝手に私はゴミちゃんさんと思考が似てると思ってます。思考が似てます。借金は違うけど左利き、サウナ好き、おーラーメン好き、好きやね赤、うん、ということで趣味似てるわね。そう、ゴミちゃんさんの脳みそにするよ。おあいつ絶対分かりにくいとこに置いてる。あいつ絶対分かりにくいとこに置いてる。でもちゃんと見とこないっすね。ここにはないです。賢い。もちの案は棚から言っております。はい、棚から。あ、でもこの中もなさそう。本当に？え？そんなことある？いや、なさそう。ないよ、ないよ。なさそう。トランプだ。とか言いながらあるかも。あ、ええ。結構ね、物多いからね。大変よ。あ、この中もない。いやー、なんか絶対絶妙なとこに隠しとんねんな。ヒント何分後やっけ？ヒントは、あ、そうやん。最初に言うの忘れてた。あ、そうだ。映画のタイトル？はぁ、なんやお前。映画のタイトルをヒントに隠しました、私は。映画のタイトル？あ、銀盾も隠そうとした、ちなみに。銀盾なさそうですね、銀盾のでも。ね。指紋いっぱいつけとこう。いやいや、やめろ。言うてフルポンあるじゃん、銀盾。持ってんじゃん。もういいやろ。ゴミはね、絶対絶妙なとこに隠すからな。さ、2回。映画のタイトルって何や？映画を順番に喋っていく。あと1センチの恋。植物図鑑。もうない。もう思いつかへん。映画のタイトル。空気清浄機の中。ないっすね。開かないっすね。映画のタイトルが全然わからん。映画のタイトルってその映画見てへんやつはもう終わりや。映画のタイトルって何や？映画のタイトルですよ。結構話題になったよ。昔？昔でもないけどね。あ、なんかソーセージあった、食べようと。いただきまーす。うん、うん、うん。私は借金返済をしなきゃいけないのでね。絶対に見つけ出しますよ。はい。しかも絶対ゴミちゃんってさ、絶妙なとこに入れてるやん、絶対。こういうの無理なのね。なんかここら辺もなさそう。2階行きます。あー、いらないんだ。笑ってんじゃねえよ。あー、ひろみちゃう？うっせえ。笑ってんじゃねえ。私一人になりました、1階。ということは、私が頑張れば1階にあった場合は見つかるってことですね。ただ絶対ないんだよな。もちのもう2階に探しに来ました。来ました。いや、だるいな、映画で帰ってる。いや、だるいな、なんかえぐい。なんか絶妙なとこやろ、どうせ。結構時間経ってきてますよ。待って、ちょっと一切行きます。絶対にない、絶対にないよ。ないよ、ないよ、ないよ。塔の下のラプンツェル。2部屋しかないから、まあ、見つかると思うけど、どうだろう、どうだろうな。難易度で0から100で表したらどんくらいですか？ 70。 あ、結構むずいな。え、簡単と思う人には簡単、めっちゃ簡単やんって思う人には簡単かもね。映画のタイトルっていうのが意味わからへんねんけどさ。え、なんかリモコン出てきましたよ。なんか服の中からよくなくなるんで。ありがたい、置いておきます。じゃあそろそろ次のヒント言っちゃおうかな。ちょっとみんな難しそうなので。次のヒントください。もらいに来ました。次のヒント、はい、触ったことあります。どういうこと？はい、あやのにはヒントを伝えてきます。むずっ。触ったことあります。壁とかに。あやのからしたらヒントにもならんかも。何が？みんな触ったことあります。
のんにはヒントにならん。あ、いやいやいや、触ったことありますってフルポンに伝えたのね。あ、まあ、あやのんからしたらあれかなと思ったけど、フルポンも触ったことある。フルポンも触ったことある。うん。映画のタイトル触ったことある。クマ？クマの映画あるよね。なんかあの、クマの中身がおじさんのやつ。ちょっと。あれ？なんの？難しすぎる。あれ？みんなお困りのようだね。時間は結構過ぎておりますよ。もうみんな浅らくなった。もうわからなくなってる。もう何考えてもうわからない。もうわからない。わからないよ、私。簡単と思えば簡単やし、難しいと思ったらめっちゃ難しい。フルポンが触ったことある？ある。ある？あなた触ってるよ。私今日触ってた？今日触ってるよ。なんだろうね。いや、わかんないな。え、やっぱ1階なのかな？ 1 階の気がする。もうフルポン物が多いからね。触ったといえばさ、ホワイトボード。おー、こー、なるほどね。ないな。触った？じゃあ今日触ったか、じゃあここら辺にいたからなって思ってフルポンになってみよう。お疲れ様です。お疲れ様ですから考えてみて。荷物置きに行った、戻ってきた、何を触った？ちょっとあんたら何を触ったんよ、この家に来て。フルポンが触ったことありますっていう。え、全員がですか？全員あると思う。いや、全員あると思う。どこに隠せるかな。触ったことあるって何や。いや、映画のタイトルがわけわかんない。ホワイトボード。ホワイト、どんな映画なん、誰が見る。あなたたち今日何触ったの逆に。もうラスト5分ぐらいになりますよ。そろそろ3つ目のヒントを言っちゃいます。10万円もらっちゃうよ。あああああ、マジ？マジ？早っ！勝手する早っ！あー！幽霊！幽霊！幽霊！え、何ずるいって？何ずるいって？うちバレんと思ったんや。マジ？幽霊！おばあちゃんの2万5000円。ごめんね、ジョジョ園で溶かしてくるね。何これ。いやー、最高じゃん、めっちゃいい。イエーイ、だって鳥煽るやん。いやいや、こいつが見つけた時の顔がうぜえ、マジで本当に腹立つ。腹立つわ。終わり？あっけなく終わり？あっけなく。ね、時間結構ねギリギリあったんです。残り3分半とか。マジで？超者もしのあ。え、本当にこれ取られんの？お金。ね、本当に？当たり前じゃん。信じられないね。落ちろ。だってもうカメラ撮影してあるやん。落ちろ。ねえねえ、あのよだれでぐしょぐしょになってるよ。やうえ。それやうえ。あ、おばあちゃんどんまい。頑張るわ。なんかどっか行ってくるわ。一週間ぐらい消えたらごめんね。うちが。あ、出稼ぎ。出稼ぎ。マジかー。出稼ぎどこ行くんすか？台湾に。出稼ぎ。意外と簡単なとこにやってたんやな。え、そうなの？結構簡単よ。え、でもみんなが触ったっていうのがめっちゃ大ヒントやった。大ヒントになったか、ね、マジか。うわはい、ということで、はい、宝探し選手権もちろん確かに。ありがとうございます。コラボずっとやっぱりこういうのって頭いいやつが取れんのか。楽しいよ。マジか。え、マジで10万円。最悪。
マジで。ちょうだい。ちょうだい。ちょっと1週間休暇いただきます。お前たちね、謝りに行ってくるから。そう、1週間休暇いただくんで、絶対に休むんでからな、撮影全部。何かえ、なんのあれは？え、10万円上から見るか、横から見るか、下から見るか。お前それ花火やん。下から見した。そうなんだ。そういうことで。わかるか、こんなのは。開始前のね、ヒント。10万円上から見るか、下から見るか。下でした。せめて10万円の入ったら1の机のなんたらかんたらとかにしてくれる。分からん、そんなん簡単やもんな。ここ最初見ればいいだけで、そうなのよ。ペタペタとか確かにされたらもう終わりやけんね。はい、ということでみんなもぜひ友達とお金で宝探し。やだやめて、それはやらないでほしい。友情が潰れるよ。ということで今日コラボしてもらったフルポンのチャンネルは概要欄に貼っておりますので、ぜひみんなクリックしてください。お願いします。ということで今日の動画が面白いと思ったらいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。